はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、今回からですね、ブルーアーカイブ、ブルーアーカイやっていこうと思います。今オープニングのストーリーやってます。この結果にたどり着いて初めてあなたの方が正しかったことを悟るだなんて。今更ずうずうしいですがお願いします。色の使い方がすごい上手いんだなと思います。青と特にピンクがいいですよね、水彩画みたいな。色が光がね、美しい。この人誰だろう。私が信じられる大人であるあなたにならこのねじれて歪んだ先の終着点とはまた別の結果を、そこへつながる選択肢はきっと見つかるはずです。だから先生、どうか。なんだろう。先生、起きてください。先生。起きた。これは押さないといけないのか。少々待っていてくださいと言いましたのに、お疲れだったみたいですね。なかなか起きないほど熟睡されるとは。夢でも見られていたようですね。ちゃんと目を覚まして集中してください。あ、これダメなんだ。フルでやったらオート切れちゃうんだ。もう一度改めて今の状況をお伝えします。私は七神凛、キボトス、キボトスの連邦生徒会所属の幹部です。そしてあなたはおそらく私たちがここに呼び出した先生。記憶喪失なんだろうな。よくあるパターンの。推測系でお話ししたのは、私も先生がここに来た経緯を詳しく知らないからです。混乱されてますよね。わかります。こんな状況になってしまったこと遺憾に思います。でも今はとりあえず私についてきてください。うん。どうしても先生にやっていただかなくてはいけないことがあります。学園都市の命運をかけた大事なことということにしておきましょう。キボトスへようこそ、先生。
キボトスは数千の学園が集まってできている巨大な学園都市です。これから先生が働くところでもあります。きっと先生がいらっしゃったところとはいろいろなことが違っていて、この曲もいいな。最初は慣れるのに苦労するかもしれませんが、でも先生ならそれほど心配しなくてもいいでしょう。あの連邦生徒会長がお選びになった方ですからね。それは後でゆっくり説明することにして。お、エレベーターが。連邦生徒会。ちょっと待って。ゆうか。太鼓見つけた。待ってたわよ。連邦生徒会長を呼んできて。隣の大人の方は？主席行政官。お待ちしておりました。連邦生徒会長に会いに来ました。風紀委員長が今の状況について納得のいく回答を要求されています。ああ、面倒な人たちに捕まってしまいましたね。こんにちは。各学園からわざわざここまで訪問してくださった生徒会、風紀委員会、その他時間を持て余している皆さん。こんな暇そう。おい。大事な方々がここを訪ねてきた理由はよくわかっています。今学園都市に起きている混乱の責任を問うため。なんかあるみたいな学園都市。そこまでわかってるならなんとかしなさいよ。連邦生徒会なんでしょ。数千もの学園自治区がこんなに陥ってるのよ。この前の発電所がシャットダウン、キーズスカイラインだった。大変だ。連邦共生局で停学中の生徒たちについて一部が脱出したという情報もありました。水のポンプが止まってしまう。スケボーのような不良たちが登校中のうちの生徒たちを襲う頻度も最近急激に高くなりました。治安の維持が難しくなっています、うん、戦車やヘリコプターなど出どころのわからない武器の不法流通も 2000% 以上増加しました。これでは正常な学園生活に支障が生じてしまいます。てか、なんでそんな武器があるんだよ、学園に。こんな状況で連邦生徒会長は何をしているの？どうして何週間も姿を見せないの？今すぐ合わせて。連邦生徒会長は今席におりません。正直に言いますと行方不明になりました。え？え？やはりあの噂は。結論から言うと、サンクトゥムタワーの最終管理者がいなくなったため、今の連邦生徒会は行政制限を失った状態です。認証を受けミュートダウンやで、下手すや。先ほどまでそのような方法は見つかっていませんでした。それでは今は方法がすごい羽ですか、主席行政官。はい、この先生こそがフィクサーになってくれる。フィクサーの役割なんか主人公はこの方が。ちょっと待って、そういえばこの先生は一体どなた？どうしてここにいるの？キボトスではないところから来た方のようですが、先生だったのですね。はい、こちらの先生はこれからキボトスの先生として働く方であり、連邦生徒会長が特別に指名した人物です。行方不明になった連邦生徒会長が指名？ますますこんがらがってきたじゃないのよ。こんにちは先生。私はミレニアムサイエンススクールの いや挨拶なんて今はどうでもよくて。そのうるさい方は気にしなくていいです。
続けますと。誰がうるさいって？私は早瀬優香。覚えておいてください、先生。先生はもともと連邦生徒会長が立ち上げたある部活の担当顧問としてこちらに来ることになりました。謎が多いよな。あんまり教えてくれないからな。シャーレ。単なる部活ではなく一種の超法規的機関。連邦組織のためキボトスに存在する全ての学園の生徒たちを制限なく加入させることすらも可能。制限。各学園の自治区で制約なしに戦闘活動を。えぐい世界だな。なぜこれだけの権限を持つ機関を連邦生徒会長が作ったのかは分かりませんが、シャーレの部室はここから約30キロ離れた外郭地区にあります。戦的なゲームだな。建物ですが、連邦生徒会長の命令でそこの地下にとあるものを持ち込んでいます。え？先生をそこにお連れしなければなりません。そこ行けんのかな。シャーレの部室に直行するヘリが必要なんだけど。かシャーレの部室？ん？ああ、外郭地区の？そこ今大騒ぎだけど。大騒ぎ？強制局を脱出した停学中の生徒が騒ぎを起こしたの。え、機内戦場？大丈夫です。少々問題が発生しましたが大したことではありません。何？どうして私たちを見つめてるの？ちょうどここに各学園を代表する立派で暇そうな方々がいるので。暇そうって隠さない。私は心強いです。え、すごいな。三角形でキボトスの正常化のために紙暇を持て余した皆さんの力が今切実に必要です。行きましょう。うん。ちょっと待って。どこに行くのよ。え、なんか物騒だな。なんで私たちが不良たちと戦わなきゃいけないの。サンクチュムタワーの制御権を取り戻すためにはあの物質の奪還が必要ですから。それは聞いたけど、私これでもうちの学校では生徒会に所属しててそれなりの扱いなんだけど、なんで私が。こんな、なんか、セクションというか、立場の人間がいるんだろうな。HP 弾を使ってるじゃない。伏せてください、ユウカ。お、それに、ホローポイント弾は違法指定されてはいません。うちの学校ではこれから違法になるの。傷跡が残るでしょ。今は先生が一緒なので、戦意実現委員会。先生を守ることが最優先。あの建物の奪還はその次です。蓮見さんの言う通りです。先生はキボトスではないところから来た方ですので、胸はもちろんこと下がな、めちゃくちゃめくれてる。命の危機にさらされる可能
があります。その点ご注意を。分かってるわ先生。先生は戦場に出ないでください。私たちが戦ってる間はこの安全な場所にいてください、ね、生徒が戦うってことだよな。ええ戦術指揮をされるんですか。もう先生ですし。わかりました。これより先生の指揮に従います。お優しい。生徒が先生の言葉に従うのは自然なことですね。よろしくお願いします。よしじゃあ行ってみましょうか。お初のバトル。落ち着いていこう。まずスキルカードシステムについてカードバトル説明いたします。戦闘に参加する生徒たちは EX スキルカードを1枚ずつ持っています。そのうち3枚のスキルカードがランダムにドローカードドロー。そして好きなカードをタッチするとスキルが使えます。どこで使うかのあれだな。あのドラゴンボール悟空伝だったっけな。悟空伝じゃないわ、大魔王復活かをやったことがあるんです。それで何のカードを使うかってやっぱり戦略的判断が求められたんですが、それと近いのかな。スキルを使うためにはその分のコストが必要ですが、コストは自動的にチャージされていきゲージに表示されます。コストって下のゲージだな。ここですね。倒れてお、おだぶつだ。前方に敵が集まっているのが見えます。4体いるね。鈴見さんのスキルは集まっている敵に使うと効果的ですので、使ってにスキルカードをタッチした後に集まっている敵を選択してください。腰を抜かさせてあげましょう。まだ終わらないわよ。でも自動で戦闘してくれないんかな。リアルタイムバトルなの？自分自身を強化するタイプですので、スキルカードをタッチした後にユウカさんをタッチしてください。現在の状況と条件、よしこれは勝ちね。私の計算は完璧に逃しません。まだ終わらないわよ。終わった。簡単な任務でした。なんか勝ったけど、戦闘がいつもよりやりやすかった気がします。やっぱりそうよね。先生の指揮のおかげで普段よりずっと戦いやすかったです。なるほど、これが先生の力。まあ、ピコネみたいに完全に任せーって当たり前か。それでは次の戦闘もよろしくお願いします。力だけじゃないのかもね。もうシャーレの物質は目の前よ。この騒ぎを巻き起こした生徒の正体が判明しました。誰だ。ワカモ。お百鬼夜行連合学院に停学になった後、強制局を脱獄した生徒です。隠れてるキツネか。これは似たような前科がいくつもある危険な人物なので気をつけてください。あらら、連邦生徒会が来ていないみたいですね。まあ構いません。喧嘩だけど、一旦かしていいの？何があるかは存じませんが、連邦生徒会が大事にしてるものと聞いてしまうと、壊さないと気が済みませんね。まあ久しぶりのお楽しみになりそうです。
だろう。私たちの勝率はかなり高い。自信を持っていこう。狙撃ポイントを変更します。生徒が隠れている間は敵の攻撃を大幅に防ぐことができるため、この遮蔽を効果的に活用することが戦闘のポイントです。しかし隠れることができない生徒もいますし、遮蔽物が敵の攻撃で壊れる恐れもあるという点を覚えておいてください。狙撃ポイントを変更します。移動します。帰ります。まだ終わらないわよ。騒動の中心人物を発見、対処します。連邦生徒会の子犬たちが現れましたか。可愛いことじゃなくて、勝利を証明するわ。逃しません。ここコスト使うな。先行だ。投擲。まだ終わらないわよ。勝った？任せます。逃げられてるじゃない。追うわよ。いいえ、生半可な行動をしてはなりません。私たちの目標はあくまでもシャーレの奪還。このままシャーレのビルまで前進するべきです。うん、まあいいわ。あいつを追うのは私たちの役目じゃないってことね。罠かもしれませんし。うん、はい、建物の奪還を優先で、このまま引き続き進むとしましょう。狙撃ポイントを変更。燃えた。ありがとう。進んでください。無駄よ。まだ終わらないわよ。単なる計算結果に過ぎないわ。無駄よ。前方へ閃光弾を。逃しません。勝ったかな。まだか。よし、建物の入り口まで到着。なんかでかいのがない。この音は。気をつけてください。巡航戦車です。まだ終わらないわよ。クルセイダー1型、私の学園の正式戦車と同じ型です。不法に流通されたものに違いないわ。 EMC に流れたのは不良たちが買い入れたのかも。つまりガラクタってことだから、壊しても構わないわ。行くわよ。あちらに気を取られてる間にちょっとお邪魔しますね。陽動作戦なんかな。戦車は防御タイプが重装甲の敵なので、貫通型スキルで追加ダメージを与えられます。かすみさんのスキルが貫通型ですので、ご参考まで。ターゲット発見。無駄よ。単なる計算結果に過ぎない。移動します。隠れます。前方へ閃光弾を。まだ終わらないわよ。もうちょっとは。勝利を証明せんわ。勝ったかな。勝ちましたね。中学は真実を導く。私たちの勝ちよ。怖そうにも。あら、
らあらあら、お待たせしました。何かありましたか？そうですか。ここに連邦生徒会長の残したものが保管されています。幸い傷一つなく無事ですね。なんだ、タブレット？はい、これが連邦生徒会長が先生に残したもの、システムの箱です。普通のタブレットに見えますが、実は正体のわからないものです。製造会社も OS も充電はタイプ C だよな。動く仕組みのすべてが不明。動く仕組みのすべてが不明。連邦生徒会長は、このシステムの箱は先生のもので、先生がこれでタワーの制御権を回復させられるはずだと言っていました。私たちでは起動すらできなかったものですが、先生が特別な能力を持っているっていうのはまあよくあるよな。まあこれがプリコネだったら岸くんになるんだけど。では私はここまでです。ここから先は全て先生にかかってます。邪魔にならないよう離れています。ヘップバーンではそういう先生とかないんだな。なんだろう、え、パスワード入れろと。でもわかんないぞ。お、あ、最初に出てきたやつだ。お、かわいい。なんだこの世界観。カステラにはいちごミルクよりバナナミルクの方が。まあこっちだろうな。なんか心ポジションなのかな。なんか持ってるな。この空間に入ってきたっていうことは、まさか先生。再会ってことか。
私はアロナ。アロナか。このシステムの箱に常駐しているシステム管理者であり、メイン OS、 そしてこれから先生をアシストする秘書です。やっと会うことができました。私はここで先生をずっとずっと待っていました。もちろんたまに眠りしたりしたこともあるけど。はい、よろしくお願いします。まだ体のバージョンが低い状態でして、特に生体周りの調整が必要なのですが、これから先頑張っていろいろな面で先生のことをサポートしていきますね。あ、そうだ。ではまず形式的ではありますが、生体認証を行います。どんなの？生体認証意味深。少し恥ずかしいですが、手続きだから仕方ないんです。こちらの方に来てください。お、もう少しです。まさか。かわいい。さあ、この私の指に先生の指を当ててください。まるで指切りして約束するみたいでしょ。はい、宇宙人の映画のワンシーンみたいですって。実はこれで生体情報の指紋を確認するんです。画面に残った指紋を目視で確認するのですが、すぐ終わります。こう見えて目はいいので。どれどれ、よく見えないかも。まあこれでいいですかね。真面目にやってって手抜きしてるみたいですって。そんなことありません、最近の機械は指紋認識ぐらいは自動ですって。1秒もかからないんですか。はい、時代取り残されてるんだな。私にはそんな最先端の機能はないですが、マニュア車、トランスミッション車みたいな。十分確認できますから。全然信じてないって顔ですね。だったらその最先端のなんとかさんのところに行ってしまったらどうですか。ちょっと焼いてる。え、意味深やな。事故かな。なるほど、先生の事情は大体わかりました。事情。連邦生徒会長が行方不明になって、そのせいでキボトスのタワーを制御する手段がなくなった。私はキボトスの情報の多くを知ってはいますが、連邦生徒会長についてはほとんど知りません。あの、彼女が何者なのか、多分今も分かってないんだろうな。お役に立てずすみません。ですがサンクトムタワーの問題は私が何とか解決できそうです。相当能力者なんだろうな、アロナは。はい、わかりました。それではサンクトムタワーのアクセス券を修復します。少々お待ちください。サンクトムタワーのアドミン権限を取得完了。先生、サンクトムタワーの制御権を無事に回収できました。今サンクトムタワーは私アロナの統制下にあります。
ボルトスは先生の支配下にあるも同然です。そう言われるとすごい恐ろしい。先生が承認さえしてくださればサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管できます。いいえ、大丈夫ですか？連邦生徒会に制御権を渡しても。いいえの選択肢はあるのかな。はいかイエスかだじゃないの。わかりました。これよりサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管します。はい、わかりました。サンクトムタワーの制御権の確保が。エルフに戻ってきた。確認できました。これからは連邦生徒会長がいた頃と同じように行政管理を進められますね。お疲れ様でした先生。キボトスの混乱を防いでくれたことに連邦生徒会を代表して深く感謝いたします。ここを攻撃した不良たちと停学中の生徒たちについてはこれから追跡して討伐いたしますのでご心配なく。それではシステムの箱は渡しましたし私の役目は終わったようですね。もう一つありました。ついてきてください。連邦捜査部シャーレをご紹介いたします。ここがシャーレのメインロビーです。長い間空っぽでしたけどようやく主人を迎えることになりましたね。そしてここがシャーレの部室です。ここで先生のお仕事を始めるといいでしょう。シャーレは権限だけはありますが目標のない組織なので特に何かをやらなきゃいけないという強制力は存在しません。キボトスのどんな学園の自治区にも自由に出入りでき所属に関係なく先生が希望する生徒たちを部員として加入させることも可能です。面白いですよね。捜査部とは呼んでいますがその部分に関しては連邦生徒会長も特に触れていませんでした。つまり何でも先生がやりたいことをやっていいということですね。マジかよ。本人に聞いてみたくても連邦生徒会長は相変わらず行方不明のまま。私たちは彼女を探すのに全力を尽くしているためキボトスのあちこちで起きる問題に対応できるほどの余力がありません。今も連邦生徒会に寄せられてくるあらゆる苦情支援物資の要請環境改善落第生への特別授業部の支援要請などなど。もしかしたら時間が有り余っているシャーレならこの面倒な苦情の数々を解決できるかもしれませんね。そのあたりに関する書類は先生の机の上にたくさん置いておきました。気が向いたらお読みください。すべては先生の自由ですので。それではごゆっくり。必要な時にはまたご連絡いたします。ええ、サンクトムタワーの制御権を連邦生徒会が取り戻したことを確認したわ。ワカも自治区に逃げてしまったのですけどすぐ捕まるでしょう。私たちはここまで。あとは担当者に任せます。お疲れ様でした先生。先生の活躍はキボトス全域に広がるでしょう。すぐに SNS で話題になってしまうかもしれませんね。
これでお別れですが、近いうちにぜひ、うん、トリニティ総合学園に立ち寄ってください。あ、これから学校に行くのか。私も風紀委員長に今日のことを報告しに戻ります。ゲヘナ学園にいらっしゃった時はぜひ訪ねてください。ミレニアムサイエンススクールに来てくださればまたお会いできるかも。先生、ではまた。シャーレってオフィスに今勤めてんだ、主人公って先生は。ああ、これは困りましたね。怖い怖い怖い。シワ。なんだか慌ただしい感じでしたが、ここか。ある程度落ち着いたみたいですね。お疲れ様でした。よかったよかった。はい。でも本当に大変なのはこれからですよ。これから先生と一緒にキボトスの生徒たちが直面している問題を解決していくのです。そうなんだ。単純に見えても決して簡単ではない。たくさんの問題ありそうだな。それではキボトスを、シャーレをよろしくお願いします、先生。それではこれより連邦捜査部シャーレとして最初の公式任務を始めましょう。なんか不穏な雰囲気が結構あるよな、いろんな場面で。はい、もう夕焼け。お、すごいなこの絵。書き込みすごいな、ここの。今から改めて先生のお仕事が始まります。傘か。でも仕込み傘だろうな。まだ始まったばかりの部活なので生徒さんの数が少ないですね。部屋になった。お仕事を円滑に行うためにもシャーレに入部してくれる生徒さんたちを募集した方が良さそうです。うん、そうやね。そこでガチャ。行きましょう。10回は無料で、文句なし回せんだ。おっと、星さんが出るね、これ。これ何書いてもいいんだよな。星さん2枚出た。ごきげんよう。ひとちゃん。言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ストライカーか。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。さあ、何が来る？お？お、怖い。結局見つかっちまったか。こうなった以上、手伝うしかねえな。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。
星に条件はクリアされました。私たちは今日この瞬間を絆と定義し証明することになるでしょう。なんかアイテムを確保してる。ご主人様と一緒に説明や解説が必要なら私に任せてください。来た。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。同じことが多いな。本の中の物語のようにシミコ私たちの物語が始まります。そして2階の星さん、王星の通りに、なんだろう、お悪いやつだ。私の主はミレニアムそのものだけど、今日だけは先生がご主人様だ。おお、募集結果を確定する前にチュートリアル募集についてお伝えします。チュートリアル募集、画面に表示されている残り回数分追加でチュートリアル募集ができます。これ9回ってなってる。現在の募集結果を保存したい場合は結果保存ボタンを押してください。保存した募集結果はこちらで確認できます。保存できる結果は一つまでなのでご注意ください。その後保存した場合は上書きされます。何のためにあるんだろう。リトライボタンでチュートリアル募集を再度進行することができます。最終的に結果選択ボタンを押して募集結果を確定することができます。説明はここまで。新しい生徒さんに会いに行きましょう。この後どうなんだ。ダメだ。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。俺小さいからって舐めないで。小さいからって舐めないで。ダメ。説明や解説が必要な。小さいからって舐めないで。一回目。小さいからって舐めないで。すごいよ、同じキャラ。怪我をされた方はいらっしゃいます。小さいからって舐めないで。サナイが来る。お？副委員会？あなたは先生か。アヤネルだ。今日から私が一緒にいてあげる。任務なら私に任せて。ストライカー SR。スナイパーライフルだな、SR って多分。結果保存しましょう。保存した結果と現在選択した方を受けることができますということで、うん、まあ新しい生徒さんが来てくれましたね。これで OK。 それでは連邦生徒会からのお仕事をしに行ってみましょう。これからキボトスの平和を乱す悪党たちを相手しなければなりません。悪党ってい行きましょう。任務開始。ここは戦略マップです。生徒さんたちを部隊単位で配置、命令して大きな視点で作戦を遂行する場所です。致命傷要素もあるってこと。スタトのタイルを押して味方部隊を投入してみてください。先ほど来てくれた生徒さんを編成してみましょう。あ、なるほど。ストライカー部隊とスペシャル部隊の両方にそれぞれ人員を配置していくごとにコスト回復速度が速くなりますので、喧嘩まで生徒さんをいっぱい配置しましょう。配置した方がいいな。とりあえずイオリも配置しましょう。イオリはストライカーだと思う。スペシャルはこの2人か。じゃあ、小さいからって舐めないでを選ぼう。
何これ。まあ、とりあえず今はこれでいいかな。出撃してみましょうか。行きましょう。それでは任務開始ボタンを押して任務を始めてください。移動したい隣接タイルをタッチするとそこへ部隊が移動します。それでは敵がいるタイルに移動して戦闘を開始しましょう。ランクっていうのは敵なのか。私たちの勝率はかなり高い。自信を持っていこう。あ、勝率が出るんだこれ。倒した？勝った？勝ったみたいだ。お疲れ様でした。スケバンを10人倒す。一度移動した味方部隊はこのターンこれ以上動けません。フェーズ終了ボタンを押して私たちの番を終了します。また私たちのターンです。ムコス敵はもうここのボスだけです。行きましょう。私たちの勝率はかなり高い。自信を持っていこう。よいしょ、補給品が届きましたよ。ちょうどいいね。閃光弾投擲。まだ終わらないわよ。単なる計算結果に。これはどう？すいません。逃げても無駄だ。まだ終わらないわよ。補給品を受け取ってください。安全です。量が少し足りない。さあ、ボス戦です。覚悟しなさい。え、撃つんだこいつ。たはいいがん。運が良かった？いいえ、計算通りです。報酬が。これで基本的な戦闘方法は全て説明できたかと思います。これからは改めて先生にキボトスの様々な事件を解決していただくことになります。それではロビーに戻りましょうか。先生、今日もお疲れ様です。あ、それからこちら、先生をサポートするためにこんな支給品も用意してみました。お疲れ様でした先生。改めまして、こちらがシャーレのロビーです。これから先生がいろいろなお仕事をしていく拠点ですね。あれ、誰かから連絡が来てますね。モトーク。モモトークはキボトスで広く普及しているトークアプリです。これから先生はこのモモトークで生徒さんたちとおしゃべりしたり、生徒さんとの絆に関する情報を確認することもできます。新しく届いたメッセージは左側に表示されています。アイコンをタップしてメッセージを確認してみましょう。優香さんからです。内容についてはもちろん先生ご自身に確認していただければと。ひょっとしたら思いがけない物が手に入ったりすることも。
誰だっけ？なんだろう。そりゃそうだが。ましょう。請求書ひな型だ。近づいて、近い近い。やばい。かわいい。嫁？使うんだよな。15日前にコンビニで購入したチキンサンド500円、新刊の漫画購入で450円、おとといの夜クラブふわりんで2万円。クラブ？何のクラブだろう。何のクラブだろう。信じられません。最低です。なぜいかがわしいだと思ってる。え、クラブフワリンっていう名前のスマホゲームのガチャ。まあそれも良くないけどな。厳しいな。おじゃレシートってなんだ。ここからだけ。ミッションがある。
お、誰だ？なんか松本零士キャラクターみたいな。タイラを歩むって何だろう。まず一件お願いしてもよろしいでしょうか。すごい。もう解決されたんですか。すごいな、意味深だな。あ、ダメだ。まだ動けないんだ、この辺は。メモロビーか。そこには生徒さんたちとの特別な記憶が保存されています。せっかくですし、もう一度見てみましょうか。記憶？まずここでは先生の仕事をサポートしてくれる当番の生徒さんたちを決められます。当番になった生徒さんたちはシャーレのロビーで待機していてくれます。そして本来のメモリアルロビーについてはこちらで確認ができます。こうして先生とのメモリアルロビーがすでにある生徒さんを当番にすると、ここにこんな型のメモリアルロビー切り替えボタンが登場します。システム設定からメモリアルロビーに関する様々なオプションも調整できますので、後ほどご確認ください。今度はどのような任務に向かえばいいでしょう。必勝法ですか。ええ、私も一つ知っています。絶えず練習することで。遅かったですね。また寝坊したのですか。またこうやって私を待たせるのでしたら直接起こしに行きます。意外と優しい。プラカフェスか、いいな。これ1月20日と21日幕張メッセですね。すごいな。え、買えと。どうやって動かせるんだ、得意な地形に。遮蔽物です。遮蔽物は敵の攻撃から身を守ってくれます。ほとんどの生徒さんは遮蔽物を見つけるとそこで身を隠します。
思い切り突っ込むタイプか。ボンブ。撃ってる。削ってる。弱くするだけ？ん？これ勝ち？勝ちですね。こうやってどんどんクリアしていくってことか。え、これはハードはまだ無理だから、どんどんクリアしていくってことか。ストーリーはまずはまあ当然メインストーリーと言いたいところだが、いろいろあるんだ。行きましょう。捕虜組織。なんでこのホログラムみたいなのあるなが、必要場所にいるからか。ダメ？そんなやばいな。戦闘あるんだ一応は。自転車かな。助けてー、シロコ。
ペパン一つだもんな。ディストピア感あるな。エナドリ。かなり切羽詰まってんな。アンパンマンかな？悪いな、のび太。ロードバイクだったんだ。どうなんの？え、飛べる？あれ？何が起こったんだ？お、み、あやね。やばいやばい。元気かな？このゲーム、絵をやっぱり味わうにはタブレットでやった方がいいですね。おすすめします。もう隣の部屋で寝てるよ。え？なんだこいつら。お、星野。後ろ行くかな。レベルがある。え、ちょっと待って、スロットで編成しないといけない。編成ができない。これ強制編成なのか。このまま行くしかない。まあそうだよな。まあ何もしなくても勝てると思う。で、マフかな？終わったかな？お、なんか、
嬉しいな、あのスローモーションになってくれるっていうのは嬉しい。なんか少しずつ分かってきた感がある。なんか上に輪っかがみんなついてるな。あ、この世界観なのかな。行きましょう。まだ早い。いらん。回復する必要はないからもうやる。いいよ。あ、面白くなってきたな。気づいた。
農家がまあ全員出てどんどん攻めていってるんだろうな。あやねだっけ、これあやねがその猛火を回復すればいいってことか。あ、星野か、ごめん、星野が飛び出てタンク役になってるから、それをあやねが回復すればいいってことか。行きましょう。今回はバトルがない。本当？借金？なんだそれ。うん、星野。これはでかい。うん、じゃあ廃校すればいいと思う。あ、だから消えたんだ、対策委員会以外は。夕張？めちゃくちゃ慣れ慣れしい。
金兵祭かな。追っかける、ストーカーかな、犯罪行為。やばいな、どんなバイトかな。風景見えそうなバイト。花売り娘。早いな動きが。お、これはラーメン屋さんだ、かわいい。バレた。お、なんだこれ、柴犬じゃん。お、これってこの場所ってコラーメン屋開いてるんだけど、街ってほぼ崩壊状態やん。この店長も残ってるんかな。狭い、過去ぶぶつ。あ、ミラ。チャーシュー麺いいよね。味噌、味噌いいよね。そんなこと言わないで。夜になった。これ秋葉原かな。なんだ？え、え、嘘。でもラーメン屋では9億の借金は返せないと思うが。店にか。お、来た来た。うわー、なんだ。
あ、寝ちゃった。ハイエース、ランデブー誰と会うんだ。うわ、なんだこれ、小田急。救出に行かねば。あいつさんがやばい、カタカタヘルメットなんか。やばいな。イエスされた。ハイエースじゃなくて東洋エースだった。キョセリカ、ママ、やばいな。レベル上がったが。
この勢力で戦うしかない。まあでも行くしかないな。いいよいいよ。あ、大丈夫だ。あ、から、空振りになっちゃうのか。回復できた。こういうことか。一人？あ、倒した。救出できた。成果を詰め申したよ。でもちょっとしんどそう。誰か援助もらってんじゃないかな。誰？でかい。68？ このなんだこれは。ん？なにこれ用済みってこと？ってことか。カタカタヘルメット弾は68。ん？今何でもって成果ちょっとだいぶ良くなった。無理しないで。
一回戻ってみよう。百花繚乱なんてあるんだ。ここではキボトスで、まずこちらはメインストーリーではキボトスのあちこちで繰り広げられる物語を見ることができます。次はグループストーリー。グループストーリーでは各学園の部活や委員会のお話などのちょっとしたストーリーを見ることができます。最後にこの2つ以外にもお仕事で見たストーリーなどはこのアーカイブで読み直すことができます。ではお選挙か。グループストーリーはいろいろある。美食研究会とかあるんだ。中国騎士団も気になるな。寝坊したのですか。あっさりと終えられましたね。こんにちは。今日は妊娠だな。よし、今日もいい。遅かったですね。また寝坊したのですか。なんだろう。カープガチャだ。あ、ダメだね。あ、でも星さん来た。何が来る？ん？え、バニー？先生、トキです。潜入用衣装に身を包んだエージェントとしての真髄、お見せしましょう。マジかよ。じゃーん！星にだ。ついに登場。さあ、これから楽しく遊ぼう、先生。うわ、ネタバレを食った？ベニア68。白衣の天使があなたを訪ねてきましたよ。嬉しいね。時計団任務の延長ですね。黒見セリカよ。お、セリカもゲット。言っとくけど、私が一緒になる以上、真面目にやってよね。いいんじゃないでしょうか。ぽい。ダメですね。最低保証です。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。こいつ誰？ゆかなさん。してみましょうか。
か。よりここでは生徒さんたちの基本的な能力値の情報を確認できます。まずここには生徒の皆さんの装備を確認できるスロットやレベルアップ、神秘解放、スキル成長など生徒の皆さんを成長させることができる様々な方法が用意されています。まず最も基本的なレベルアップをしてみましょう、うん、ここでは生徒さんたちがレベルアップする際に上昇する能力値の情報が確認できます。レベルアップにはレポートが必要ですが、このレポートは様々なお仕事をこなすことで獲得できます。仕事がいるんだ。じゃあイベントもこなしていくべきだろうな。先生のレベルに応じて生徒の皆さんのレベルを上げることができます。なので先生のレベルが上がったら、うん、これも一緒だな。生徒さんたちを成長させてあげてください。これってつまりベストを尽くして成果を得る。当たり前のようだけど叶うと本当に嬉しい、うん、スキル成長ってなんだ。あ、でもこれは成長できない。神秘、他に神秘解放があって星をレベル上げられるけど20万とか、あと辺でお店で買わないとダメってことだ。そんな大変やな。小学生なんだ。神妙文字で言えば、どうなったっけ。あとはいろいろあるんだ。神妙文字100集めないと上がらないんだ。でまた容量を選択する。生徒さんの装備は下の装備スロットで確認ができます。これか。開いているスロットの分だけ装備を身につけることができ、まだロックされているスロットも生徒さんのレベルが上がることで順次解放されていきます。装備はこのボタンで強化することができます。素敵な装備を身につければ生徒さんたちの能力はもちろんやる気もアップするはずです。うん、より良い装備で生徒さんたちを成長させてあげてください。あ、装備してなかったんだこれ。
ああ、なるほど。ブルーアーカイブ。それが命令なら。はいね。さあ、行くぞ。じゃあ。次に生徒さんたちのスキルを確認して、それを成長させる方法も見てみましょう。まず生徒さんを選択してください。再度言うように生徒さんが持っているスキルはここで確認できます。もう少し詳しく見てみましょう、それぞれのスキルをタップすると、そのスキルの詳細説明が確認できます。それでは次にスキルをどのように成長させるかと言いますと、ここで好きなスキルを成長させることができます。もう不足してるんだが、次のレベルのスキル情報について事前に確認することもできます。成長に必要な材料はこちらで確認できます。材料を集めて生徒さんのスキルを成長させてあげてください、暇だなあ。いつから来てました。びっくりした。まあ戻ろう。最高のバニーエージェントになるその日まで精進を続けます。でレベルじゃなくて、イオリとトキだけだな。モイジは2か、まあ、でも最初の石は星2でも必要だよな。しか、いいね、かわいいな。アスミンか。なるほど、この辺を仲間にできるってことか。今から反省会を始めます。うわっ、その、さすがですね。こんなにあっさりと。先生、今日も全力であなたをアシストしますね。サッカーか。あ、とりあえずまだここであげるよりは。メインストーリーをやった方がいい。もうちょっとだけメインストーリー進めます。788は確かに2つギャンブル
天使だわ、あんた。ネズミ子じゃん。騙されやすい。サイトルで本当だよ。確かに。うん、それはわかる。クリーン？あかん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 。ね、メタ的にダメ。え？何を言ってるの？せやてな。スクールアイドルだな、まだマシ。お、スクールアイドル。俺は星の星になるから。センターセリカだろうけどな、どっかのアイドルマスターみたいに。かわいい。お茶ぶ台返し。ってなんで聞くなんだ。その後めちゃくちゃ、そしてまたラーメン屋。
お、なんだろう。お？定番だな。かよこいいな。むつきもいいと思う。むつきがあのルミルミか。いいな。今言うんじゃん。ああ。かきいっぱいのかけそばだじゃないんだから昔の。いろいろやっぱりメタ的な要素多いよな。むちゃくちゃ何々したとか。本当だ。確かに。うん。かわいい、むつき。スイカだ。でかい。なんでこうなるんだ。いやおかしいな。ちょっとどころじゃない。はるかは多い。うんうんうん、確かに。あ、行っちゃったよ。そうそうそう。なんかベルトで無理やりあの持ってるな。恩知らずのキラーカーン。となりますが、あの便利屋参上したとこでここまでにするかな。うん、よし。今日もいい天気ですね。ようこそ先生。今から反省会を始めます。うわ、どこに行くんですか。もう終わったのですか。先生、今日も全力であなたをアシストします。転生した方がいい。先生、今日も全力で転生行こう。編成でおすすめを言おう。テストもあるからな。
私がお力になれるなら。バニーガールが先導来てるもんな。先生、今日も全力であなたをアシストしますね。ようこそ先生。任務じゃなかったっけ。心配無用です。バニーですので。いきなりボスに行けるんだ。倒した。いや、まだな。まだ終わらないわよ。こういうのはいかがでしょう。円形は動かせるんだ。ターゲット捕捉。お、バニーだ。バニートキ。撃った。時が、時じゃない。ピョン、私は最高のエージェントですから。勝利しました。イエーイ。あ、イスランコ2回獲得できてないってことか。進めるけど、私にお任せを。ここまでは計算通りね。全力で対応いたします。移動します。ピョンピョン。これでも食らえ。移動します。これはいいわ。見てください。ここは何だよ。でもここまでは計算通りね。こういうのはいかがでしょう。まだ終わらないわよ。逃げても無駄だ。全力で対応いたします。早い。蔵書を見つけた気分です。今度はちゃんと S 取れた。敵のフェーズもなんかあるんかな。コールサインバニー04。この場所は参ります。どこでしょう。いいよ。
7? まだ終わらないわよ。これはどう？これはダメだ。行くわよ。行きます。ここはないのよ。でも全力で対応いたします。移動します。移動します。こういうのはいかがでしょう。これでも食らえ。支援をお願い。罰則です。まだ終わらないわよ。これはどう？逃げても無駄だ。全力で対応いたします。これどうなる？ぴょん。私は最高のエージェントですから。120秒以内が達成できてなかったんだ。前回なるべく早く達成、敵を倒すっていうのも必要なんだな。どんどん。ようこそ先生。もう終わったのですか？すごいです。先生、今日も全力であなたをアシストしますね。自動でレベル上がってくれるんだ。装備の強化もできる。これなんだ。クレジットを消費しちゃうんだな。なるほど。してあの強くするのか。はい、ということで2時間以上やってきましたので、今回ここまでしました。今日も全力であなたをアシストしますね。こんな感じかな。はい。ようこそ先生。今から反省会を始めます。うわ、どこに行くんですか？
オフにしとこう、これは。はい、ということで、ここまでと。先生、今日も全力であなたを。クラフトチェンバーって何？はい、先生、今日も全力であなたをアシストしますね。あ、ラーメン屋だ。先生、今日も全力であなたをアシストしますね。はい、ということで、今回ここまでになります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひアクセス、アカウント、フォローもお願いいたします。ブルーアーカイブ1回目の、動画をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。